Okay, balik na naman tayo. スメラギ上等兵、え、カラスどもに追い回されているらしいな。はい、やつらは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。よかったな、ユイト。カレン連隊長はお前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ、セプテントリオンの訓一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って、兄さん絡みじゃないよな。あの人そんな人じゃなさそうだもんな。やばい、嬉しくて顔がにやける。それじゃすまないが、渡るに会って報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな、少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。すげえな、セプテントリオンのカレンがユイトのこと知ってるなんて。期待しているって本気で見込まれてるじゃない。カレン連隊長のお眼鏡にかなうなんて本当にすごいよ。うん、でも俺志願兵なのにな。やっと来たな。待ちくたびれて出たくないのに出てきちまったぜ。
記録するからちゃちゃっと任務の報告をしてくれ。俺も早く仕事を終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ、行かないと。俺も。ナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイトは行くんだろ。花火、渡るへの報告を頼む。あとナギの始末書書くの手伝ってやってくれないか。俺は水葉川に行ってくる。ユイト気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。ユイト、気をつけてね。ああ、いろいろ頼んで悪いな。ナギのこととか。本当だよ。ちゃんと無事に帰ってきてよね。Sa construction site. Yuito, 確認してくれ。救援信号が発信された1レーダーを送ったぞ。そこに嵐がいるはずだ。了解。그렇지바람에서라면서빨라이다음에가급빨라빨라와타르미즈하가와의개발독은어떤곳인가요昔、町の建設中に断絶の帯の状態が変わってな。貝が多く降り注ぐ厄介な地点になっちまった。開発再開のめども立たない。忘れ去られた幻の町だよ。お、敵が珍しいものを落としたみたいだ。
この調子で行こう。やこのぐらい。Unti na lang eh. Yoshi! Yoshi! Ah, ito pala. Yata sa baba. Ya, Shinjin kun ka. Chōdo ii tokoro ni kite kureta. Mite no tōri, torikomi chū nan da. Shikara o kashite kureru ka na? Mochiron desu. Sono tame ni kimashita. Sonna ni kashikomaranakute ii yo. Koko ja nenrei mo kaikyū mo taishita imi wa nai kara ne.ああ、分かった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトとサスをつなぐぞ。了解した。ゲンマ・ガリソン。嵐、お前の高速移動でターゲットの後方に回り込めるか。危険手当は出るのかな。そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。正面は二人に任せるよ。まずい、カラスだ。パラバナと。頑張ります。
やれやれ。何なんだあのドローンは。あいつらのせいでカイに気づかれたじゃないか。仕方がない。カラスのドローンには中継する権利がある。だがユイトの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。え、マジか。カラシ、後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。悔やんでも散ったドローンは戻ってこない。奴の犠牲を無駄にするな。それはチラスダ本人の言うことじゃないぞ。あれ行こう。いやいや、私はユイトのリクエストに答えてやっただけだよ。すごいやつだな。さっそううまく使え、ユイト。このぐらいスピードにはスピードで対抗だ。ケイマさん、よろしくお願いします。お前、俺かしこまらなくていいと言っただろう。俺も呼び捨てで構う。ゲンマは受け顔だから、そう言われても抵抗があるんじゃないか。仕切り直した。まあ実際つけてはいるんだが、それはそれだ。気にするな。よし、このぐらい。马虎嘞。このぐらい。
対角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。ライゴポライゴポライゴポ、イシイシイシ、タタタタタタタ。危険な状態の場合は危ない。危なかったな。働きすぎた。もう何もする気が起きないぞ。しかしカラスのドローンを撃破した件はどうする。奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。大尉と間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな。君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない、そういうことにしておこう。まあやるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。ゲンマさ、ゲンマ。なんだ。その足引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。おや、本当だ。まずいな。ここでまた面倒な怪異に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ。足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。しかしこの辺りは危険だ。早く移動した方がいい。そうだ、この近くにうちの家族がセーラーに移動するとき緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい。ユイト、案内してくれ。了解。今1データを送る。オッケー。確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ。君は無理をしすぎるところがあるからね。Okay. Nice one.
to hide out. へえ、ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何？本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ、血まみれだったじゃないか。ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト、驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺もともと体が弱くて、子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな、嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長、嵐と何か関係があるのか。君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え、嵐が吹雪連隊長の妹。逆だ逆、海抜群を見た目で判断してどうする。私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だなゲンマ、私は無駄が嫌いなだけだよ。さて、少しここで休ませてもらおう。どうせスオウに戻ったら書類書きだの戦果報告だのカラスの取材だのが待ち構えているからね。おい、ジェローム、シャウトアウトさよ。マラミサラマサパグビューブラデル。君は確か、一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、アラジスプリング隊員。いやいや、呼び捨てでいい。というか、呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません。はじめまして。花火一条です。病院は本家のおじが経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか、すげえチェコマンマや。病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火持ってきてくれたか。うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品そんなに古かったの。使用期限切れのものがいろいろあってさ、親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんな。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか。幼馴染なんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、せっかくここまで来てくれたんだ。ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。
嵐ってテレビで見る広報用の顔と普段とで随分。印象が違うんだな。カメラの前以外ではグデッとしてるからグデアラなんて呼ぶ人もいるらしいよ。グデアラか、言えて妙だな。ユイト、別にいいけど。でも改まって何を話すんだ。幼馴染なんだし俺のことは大体知ってるだろ。それはほら、入隊するまではしばらく会ってなかったでしょ。お互いの近況報告とかしようよ。近況報告か。言われてみれば二人でゆっくり今までのこと話す機会ってなかったかもな。でしょ。じゃあ決まりね。せっかくだし街に出て散歩がてらゆっくり話そう。わかった、それじゃあ行こう。なたあゆねと、うん、こうやってのんびり散歩する。確かに配属されたらすぐに任務で、それからも忙しくしてたからな。やっぱりたまにはこうして息抜きしないとね。それで花火はスカウトされてから入隊するまで毎日どんな感じで過ごしてたんだ。訓練学校にいた頃は勉強したり超能力の訓練したり、たまに友達と遊んでっていう感じかな。俺たちと一緒だ。それじゃスカウト組も志願兵もやってたことはそんなに変わらないみたいだな。まあ目指すところは同じだもんね。学校以外はどうだった。実家のおじさんとおばさん元気にしてる。うん、二人とも相変わらず元気も元気。この前なんて結婚記念日のデートをメッセージで実況してきて。自由な人たちだよな二人とも。変わりなさそうでよかったよ。思わずしばらく着信拒否しちゃった。なんだか懐かしいね、こういう話するの。ほんの2年ぐらい会ってないだけで結構昔に思えるな。うん、そうだね、すっごく長く感じた。花火どうかしたのか。ううん、なんでもない。それよりちょっと聞いてもいいかな。ああいいよ。なんだ。ユイトってさ、その重ねのことどんな風に思ってるの。え、なんで急に重ねの話になるんだ。あ、それはだってほら近況報告でしょ。最近のユイトの気になることでも聞こうかなって。重ねのことよく気にしてるみたいだから。俺そんなに気にしてるように見えてたかな。まあ確かに気になる相手なのは確かだな。それってどういう意味で。なんて言ったらいいのかな。重ねの顔が頭から離れないんだよ。あ、頭から離れないの。ああ、重ねの顔、子供の頃に俺を助けてくれたあの人忘れたくないんだ。私が聞こうと思ったのはそういう話じゃなかったんだけど、まあいいや。ならどんなことを聞こうとしてたんだ。言ってくれればもう一回考えるけど。いいの、別に大したことじゃないから。でもユイトってすごいよね。子供の頃から目指す理想があって、そのためにずっと頑張り続けてて。いや全然すごくないって。俺からすればスカウトされて入った花火の方がよっぽどすごいよ。そんなことないよ、
スカウトされちゃったから入隊せざるを得なかった。海馬重視っていうか、いや、それも微妙か。わかってるよ、冗談冗談。そろそろアジトに戻ろっか。ああ、誘ってくれてありがとう。そうだね、私も楽しかった。あの、よかったらまた二人で話さない？ああ、いいな、そうしよう。じゃあ約束、忘れないでね。分かってるって。花火こそ忘れるなよ。忘れないよ、私は。んじゃ、アジトに戻ろう。花火、昔と変わらないな。明るくて元気で、俺もなんだか元気をもらった気がする。Iyon natapos din ang kwentuhan. Yuito te, mukashi to zenzen kawara nai ne. Iba pala tapos. So kana? So da yo. Datte imada ni Bucky-chan ni hamatte ru shi. Demo, soyu kawara nai tokoro, chotto ureshi. Kore kara mo mukashi no mama no Yuito de ite ne. サネからのメッセージ、すぐに確認した方がいいよな。サネからのメッセ、サナとサナとカサネからのメッセージに返信しておか。カサネからのメッセージに返信しておかなきゃな。
Okay, to ganito pa talaga. Kasane からの呼び出し？もしかしたら俺を助けてくれたあの人に関わることを聞けるかも。お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あはは、ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？なんでそんなことを聞くんだ？もしかして具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろんそれだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。Mama yung huli. Hey!
しで行こう。あのさ、もし万年筆が見つかったらきっと瀬戸隊長喜ぶだろうね。そうね。よし頑張るぞなんて俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな。何？俺、小さい頃に怪に襲われて、その時に怪抜群の人に助けてもらったんだけど、それが重ねによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え？敵だわ。戦うわよ。わかった。倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとうユイト、助かったわ。ところでさっきの話だけど。俺を助けてくれた怪抜群の人の件。ええ、怪抜群名簿は確認したの？もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか。そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか。ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょう。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃあこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃ、さよなら。俺も帰ろう。